いやー、こいつはなかなか難しい問題だな。一体どうしたこの回転寿司テロリスト野郎。いやー、この武術界は言ってさ、何を信じていいのか、かなり難しい問題になってると思ってさ。何が本物で何がインチキとかって話か。平たく言えばそういうことになるんだけど。ただ物事ってさ、そういう本物かインチキかの二元論で片付けられないところがあるじゃん。例えばウェーブパンチだ。格闘技的な観点から見た場合、このウェーブパンチというのは、頭から突っ込んでいる上に力任せで手首もこけるという非常にダメダメなパンチなわけだけど、それでも、強いパンチを打ちたいのであれば肩甲骨の可動域を上げておくということ自体は間違っているわけではない。要は誇張が過ぎるということだよな。他には、なんといっても骨法だ。骨法の場合、堀部先生の経歴があれなこととか、他有試合で負けたということの影響で、インチキだと言われることが多い。しかしだ、上達のために技術を体系化してたり、段階的な組手システムを導入していたりなど見るべきところは多い。やっぱグレイシー柔術の影響で寝技の真似事をしたのが失敗だったよな。方向性がブレブレになったのがもったいなかったね。まあとりあえず、物事というのは0か100かで単純に割り切れたら楽なんだけど、一概にそうはいかないというところを押さえておいてほしい。武術以外の物事でも当てはまることだな。さて、そんでまあ今現在は武術系 YouTuber なるものがわらわら出てきて、達人技、なるものを披露してたりするわけだけど、それでは彼らの技が本物なのかインチキなのか、どう判断すればいいのであろうか。何かいい方法があるのか。結論から言ってしまうと、そんな都合のいい方法はない。さっきも言ったように物事というのは0か100かで単純に割り切れるものではない。そういった場合、本物であるかインチキであるかの判断基準は自分自身で持つしかないんだ。例えば、達人とか言われてるような武術系 YouTuber が有名な格闘家とコラボしたとしよう。そんで、格闘家の人がその達人と言われる人の技を受けて、うわぁ、やべぇ、聞いたーとか言いながらリアクション芸人よろしく転げ回ったとしよう。さらにその動画のコメント欄を見ると、やはりなんとかさんは達人だとか、俺にはわかる、なんとかさんはあーでこうでどうたらだから達人なんだ。とかいうような、絶賛のコメントで溢れていたとしよう。さてここで問題です。この達人と言われるなんとかさんは本物の達人でしょうか？そんなのわかるのかよ。その通り、正解はわからない、だ。たとえ、有名でものすごい試合の実績を持っているような格闘家が、この人は本物だ、と言ったとしても、単なるお世辞であるという可能性は排除できない。そもそもコラボという協力関係で動画を出している以上、普通は相手を貶めるような真似はできないだろうしな。そしてコメント欄が絶賛の声で溢れてたとしても、そのコメントの内容が信用に足るとは限らない。なぜなら、たとえ100人中99人の人間が白いものを黒いと言ったとしても、白いものは白い。それが真実だからだ。多数の人間が言ってることの方が本当だと流される心理っていうのはよくあるよな。そもそもの話、YouTube のコメント欄なんかで熱心にコメントをしてくれる人で、実際に武道なり武術なりの経験がある人は極めて少ない。達人技を理解できるかどうかというのは山登りみたいなもので、山をある程度登った者からは頂上に何があるかは見えるけど、麓にいる人間からはどう頑張っても頂上の様子は見えない。そして、忘れてはいけないのは、我々の生きる世間というものは、麓にいる人間の方が圧倒的に多数であるということだ。そういったことというのはあらゆる分野に言えることだよな。例えばピカソの絵にしても、我々一般人からは何がすごいのかよくわからないわけだけど、見る人が見れば、それこそ達人技の集積みたいに見えるんだろうからな。そうだね。同じものを見ているはずなのに、前提とする知識の違いによって違うものが見える。結局のところ、物事の真贋を見極めたいと思うのであればそのための知識とか経験が絶対に必要になるんだよ。麓にいる人間の人数が何人増えようが、頂上の様子は絶対にわからないからね。わかりたいなら山を登るしかない、と。そんでだ、まあ要するに本物なのかインチキなのかを見極めたいのであれば、実際に自分自身がその分野に足を踏み入れていくしかないわけだけど、その際に意識してほしいのが再現性と普遍性の問題だ。
再現性というのは、実際に自分がその分野に踏み込んで習ってみて、実際に自分がその達人技を再現できるかどうかということだ。そして普遍性というのは、自分が身につけたその技を誰かに教えて、その教えた相手も同じように技が再現できるかどうかということだ。サンプルとして塩田剛造氏の愛機というものを考えてみよう。恐れ多くもこの方は養心館館長塩田剛造先生、現在武道界で唯一の達人といえる御方。愛機というものをどう定義していいのかわからないけど、とりあえずここでは掴んできた相手の力を利用して相手のバランスを崩した後に地面に倒す技と定義してみよう。じゃあ合気道を習えば今みたいな技が再現できるのかという話になる。今現在、合気道を習って今みたいな技が再現できてる人っているのか？いるんじゃない？つうか、条件設定をすれば私でも同じようなことは再現できる。以前、合気パフォーマンスの秘密を暴露したことがあったけど、そういやあったな。その時のリンクを右上に貼っておくぞ。なんであんなことができたかというと、ズバリ条件設定をしたからだ。つまり、私の腕をがっちり掴んで動かないようにしてくれとか、この場所をついてきてくれとかっていう風にね。相手の行動が決められているのであれば、いわゆる合気のような現象を再現するのはたやすい。さらにだ、私は自分の生徒にも教えてこの合気チックな現象を再現させているので。つまり、条件設定があるという前提の上では、この合気というものは再現性も普遍性もあるということになる。再現性と普遍性が確認されたら、この技術は本物とみなしても良いだろう。やらせではなくちゃんとできることであると。あ、ちなみに再現すると言っても達人と全く同じことができる必要はないからね。達人のできることを100としたら、そのうちの1でも再現できれば良いわけだ。0か1か、そこが重要だからね。0に何をかけても0だしな。それに対してだ、条件設定を取っ払って柔道の乱取りみたいな状況で、合気のような現象を起こせるかといえば、私にはまず不可能だ。いや、なんかの拍子に似たような現象が起こることはあるかもだけど、狙って起こせるかといえば、これは絶対に無理だと断言できる。そもそも塩田剛造氏自身、小柄な女性に条件設定なしで襲われたら自慢の合気がかかってなかったしね。最後は空気読んで倒れてやったっぽいな。とまあこんな感じで、条件設定抜きということで考えるなら、合気というものの再現性はゼロだ。再現性がないのだから、当然普遍性もない。つまり合気なんてインチキだということか。一概にそうとは言えない。なぜなら相手の力を利用してバランスを崩すなんてことは、相撲でも柔道でもレスリングでもやることなので、そういった技術自体は確かに存在するわけだ。ただ、条件設定をしてない相手に合気道の演武で起きてるような現象を起こすのはまず不可能だということ。そもそも合気道が演武でやってることはあくまで誇張された姿であって、本来の合気というものは、我々が抱いてるイメージとは違う可能性があるということは十分あり得るからね。要するにだ、合気というものが本物であるかインチキであるか。それは実際に合気道を習ってみて自分で判断するしかないわけだ。他人にとってはインチキだけど自分にとっては本物だというものも世の中には多いわけだしね。まあ結局、他人に頼らず自分で判断するしかないということだな。最後に、視聴者の中には、世の中には天才である達人だけができて、凡人には一すらも再現できない技がある。と、考えた人もいるかもしれない。まあ私は、そんな技あるわけねえだろという立場なんだけど、もしあったとしてもだ。そんな技は練習するだけ無駄だから全く気にしなくていいと主張しておくよ。いくら練習しても一すらも身につかないんじゃな。じゃあ今回はこれまで。ご視聴ありがとうございました。